された彦かさ帽子です。よろしくお願いします。ですね、今日はねまた追加版じゃないんですけど、前に琵琶湖と養護湖のことについて言ったんですけどね、その名前に別な読み方があるって話なんですね。で、琵琶湖に関してはね、大きい山水に夫婦するの、絵って書いて、大海って読むらしいんですよ。で、養護湖の場合は、イカの尾海。伊勢の井って書いて、香るの、魚のを書いて、小さいって書いて、絵ですね。江戸の絵って書いて。イカの尾海。こういうふうに書いてたんですよね。これをね、バカラで解けっていう感じで言われたのが、海。琵琶湖のことですよ。大きい海。これね、普通、大海って言ったら、アイウェオの王が二つ、王っていう王じゃないですか。だけど、この大海の王に関してはひらがなで書くと、終わりの王って書くの、この、何々王の王を変えて、その上に、その横に、アイウェオの王が最後に来て、海って来るんですよ。これね、何を意味してるかというと、王が二つ。ね、王が二つってことは、鬼。ここは鬼の住処ってこと。まあそういうことを言うっていうことは、その、邪を招き入れる、こう、魔を払うじゃなくて招き入れる、場所。だからここでは、例えば死者が多い歴史があったりとか、なんかそういうものが多いんじゃないかって。聖なる場所っていうのは死者を作らないっていうのがルールらしいんですよ。だからなんでここに琵琶湖の琵琶湖をで、琵琶って持ってきたかというと、まあ、一説には、亡くなった人をこう、なんていうのか、こう、供養するっていうのもあるかもしれないけど、これね、共鳴反転のあれで、要は、ここはまずい場所だから気をつけろっていう、いう場所であるっていう意味も含まれてると思うんですね。琵琶湖って神秘なだけで綺麗な湖だけども、ここでは、なんていうかな、こう、危険だから気をつけなさい。まあ、遊ぶにしてもこうね、こう、ルールを守ってこう遊びなさいとか、そういう、わかんないけど、そういうような意味も含まれてるんじゃないかと思われますね。あともう一つね、養護湖ってその、住む近くにある養護湖。これね、これもね、なんかちょっと変わってますね。イカの尾海。イカの尾海。これね、このバカラを解くとね、イは伊勢のイじゃないですか。香る。伊勢を香るってことは、前もお話ししたように、伊勢族、何かあったら、牛族、鬼ですよね。まさに。で、イカの尾海。海って言ったら、竜神ですよね。竜神と鬼の、で、小さいって書く、小さい子って書いて海って言いますからね。この小さいは何をするか、子供のこと言いますね。要するは、牛族と竜族、まあ、鬼族と竜族の間に生まれた子供がここに生まれると。その子が将来ね、未来に対して、最大の力を発揮する神になる。それが何か。天神様、菅原道真公であり、天神様です。そういうものを、この湖では表してる。誕生の地、そして未来に向けての、その、場所。で、その、養護湖に関してはね、もう一つ名前がありまして、鏡湖って、いう名前がついてた。鏡。三種の神器の鏡。身を映し出す。ね、要するに、仕分けする。だから鬼って何かあったら、まあ閻魔大王様もそうだけどね、あれ、地獄に来たらこうね、あんたは極楽、あんたは地獄とかなんかこう場所があるじゃないですか。そういうような役を鏡が果たすような。
だからここに来ると、まあ何を言う、まあ起こるかったら、ね、自分の醜さを反省して、そして、自分のいいところが見えてくるとか、いいところを伸ばす。あ、まあその逆もありますよね。毒々しかったら、あくまでも毒々しい考えにな変わってしまうような。そういう裁きの場所っていうかね、こう。心をね、決める場所なのかもしれないね。鏡っていうのはそう、自分を映し、今の自分を映し出すっていうんじゃないですか。例えばそのご飯を見てね、仏様みたいな顔してたら、自分は明るい人生を送っていると。か、湖のあれを見て、ご飯を見てね、鬼みたいな顔してたら、それは人に指さされるようなね、生き方を送ってるっていうような、そういう意味もね、このあれに含まされてるってことをね、理解していただければと思いますね。こういうものがね、次から次へとね、行くところ行くところでこういう伝説とか、その、言い伝えとか、そういうものに隠されたものを、例えば、仏様、神様の言葉を解く言葉がこれ多分、バカラだと思うんですね。人に対してのメッセージ。ここがこういう場所だよって仏様がうちらに言う言葉が、この隠された言葉を暴くことがトンチであり、太子様が言ってたバカラだと。究極のバカラっていうのは多分そこにあると思いますよね。それをね、これからもね、いろいろお伝えしていきたい。難しい文章に関してはね、ちょっとね、白虎の親分にもちょっと指示、ちょっと解いていってもらって、もう本当に難しく、昔言葉で来たりするから、ちょっと全然ね、理解するのもね、迷って、でね、言い方もね、ちょっと詰まってしまったとこはあると思うんで、それはちょっと、ピアコの親分と協力してね、ここはこうだよ、あれだよ、というものを聞きながら、ちょっとお伝えしていきたいと思うんで、これからもね、どうぞよろしくお願いします。